さあイスマイラ、ボールキープしてクロス回転、ヘディング決まった、左足決まった、栃木逆転、試合をひっくり返しました大島。気持ち持ってくれ、いや俺らもそれで答えようとするから、それでいいじゃん、いいよ、その厳しい目持ってくれよ、そうじゃそうじゃチーム良くなんない、 J1 行きたいし、俺らも J1 行きたいし、だから行こうよ、だから持ってくれ、いいじゃん、僕としては本当、まあ勝ちを届けられないことは申し訳ないですし、まあサポーターの皆さんにブーイングしてもらうっていうのは、まあ、全然ウェルカムというか、逆に試合後サポーターの方とも話しましたけど、やっぱサポーターのみんなにはやっぱビファーレン長崎の可能性とか、そのスケール、まあ、もっとポテンシャル的には上行けるチームですし、だからこそなんだろう、期待してほしいし、もっと高い水準で求めてほしいし、だからブーイングっていうのは僕はまあある程度受け入れれるし、もちろんウェルカム、どっちかって言ったらやっぱその水準で期待しててほしいなっていう感情の方が強くて、だからまあ俺たちももちろん頑張るし、もっと期待してくれっていう話はさせてもらったんですけど、このチームにどういう、エッセンスを入れて、いいチーム、もっと上に行けるチームにできるかなってのを、まあ、日々考えてますけど、まあそこがなかなか現時点では、これっていう明確なものを出せずに、まあチーム全体でもがいてるかなっていう、だからまあそこなんとか解決して次勝ちたいなって思いです。チームとしては、まあ、本当に J2 優勝して J1 に行く、まあ、個人としてはその中で、まあ、苦しい時に、点取るなり、そういう際でその、難しい試合の際でこうチームを勝たせられるような、そういう働きをしたいなっていうのが今パッと思いつく目標かなって思います。馬選手は以前難しい際でチームを勝たせられる選手になりたいと、おっしゃっていて、こう、まあ、今チームは苦しい時期に心がけていることあれば教えてほしいです。やっぱり、まあ、ここ最近特に思ってるのは、やっぱいいものはいいし悪いものは悪いっていう、このプレー良かったよね悪かったよねっていう、チームとしてこのプレーやっていいよねやっちゃダメだよねってものは多分ある程度みんなにあると思ってる。ただそれをなんかぼかさない作業っていうか、やっぱなんか言わなきゃいけないなっていう時は練習中伝えるようにしてますし、それが仮になんか雰囲気を乱すっていうか悪くなったとしても伝えなきゃいけないなっていう今フェーズだと思ってて、チームとしてはなんか雰囲気を良くするために上辺の、あ、いいよいいよ、ナイスとか、よくやってるよっていうのは俺本物じゃないっていうか、短期的に見たらいいけど長期的に見たらそれって多分どんどんぼやけてっちゃうんで、チームとしてそういう意味ではやっぱ思ってこれダメだよねっていうものに関してはちょっとなんか雰囲気悪くなっても、まあ発言するようにしてるし、まあそれが伝わるかどうかっていうよりも、まあ発することによってなんかそのチームメイトも多分考えるだろうし、いや俺はこうとかその考え方も出るだろうし、なんかでもそういう本気度っていうか、なんかピッチレベルでのその水準を落とさないことはやっぱ J1 目指すチームだったらもっとあっていいのかなって思ってて、そこはちょっと意識してます。僕
的にはそのポジティブに無理やり受け入れるわけではないですけど、そのうまくいってない期間をどう乗り越えるかっていうことがすごい大事だと思うんで、そういう期間ってあっていいと思ってて、そのチームの歴史っていうかこれからのこう何年も何年もこう積み重ねていく上で、まず本気で目指したところで一歩進んでて、で目指して今なかなかうまくいってないですけど、ただこの期間にみんなぶつかって、そのチームの水準とか求めるレベルとか意識の部分はもっと高めれると思うし、なんか腹割って、うん、これなんか乗り越えれたらすごい逆にもっともっと魅力的なチームになると思うし、うん、シーズン終わる頃にいやこのシーズンあってよかったねとか、あの壁あってよかったね、だから昇格できたよねとか、そういう、うん、ケツに持っていきたいっていうのがまあ一番ですからね。だから、はい、もっとその充実度を上げていきたいです。もう絶対何が何でもこの勝利をサポーターに捧げて、このチームのために全員が 100% 出し切るよ。俺たちは絶対勝てるぞ。味方を信じるぞ。よいしょ。入れる目米田、間を通す中村、あーいいボールだ。そして米田のシュート、先制。前線にはハンマデルガドいる。さあ新里が対応するか、どうする。サイドのサード選手来てますけどね。来た、松沢サイドのサード、絶対的エース、ハンマデルガド、この日2点目。さあクロスが入ってヘディング、押し込むことができるか。今津がクリアしていきました。苦しい思いを再現してて、まあ、僕もすごい言葉でなんか大きなこと言っといて全然結果が出せなかったので、もう本当に今日勝ちたくてたまらなかったですし、まあ、本当にみんなのハードワークも素晴らしかったですし、はい、もう素晴らしい応援のおかげで今日勝つことができました。ありがとうございました。残りの試合全部勝って J1 行きましょう。
ゃあビーラーもね、ガヤもドアスポジションもうみんな見てると思うけど、順位表2つ上がったよね、まあ5位だよね。Vamos seguir a nossa caminhada, não vamos olhar pros outros não. 他を見ないで、まず自分たちね、自分たちの道筋歩んでいこう。3 dias de folga. 3日間オフね。Depois preparação pro confronto direto que é o 8 em casa, hein? その後はホーム戦ね、8ね、しっかり準備して勝ちに行くよ。お疲れ様です。やっぱり毎年こうあと一歩のところで昇格ができないっていう状況がここ何年か続いてますし、まあでも僕は今年絶対 J1 を昇格させるっていう覚悟を持ってキャプテンを引き受けたので、まあ実際本当にファンサポーターの言葉だったり声援はすごく心強いですし、本当に前向きな人たちが多いんで、もうその人たちを最後報わしたいっていうか、一緒にこう泣いて喜びたいっていう僕の夢みたいなものがあるので、まあ次大分と九州ダイビーですけど、まあここでまた勝って本当に長崎がなんか変わったなって、ここから J1 昇格するんだっていうふうに見せつけて証明していきたいです。前半ミス多かったですし、それは自分も含めてチームとしてもそのやられてもおかしくないシーンとかちょっと隙がありすぎて、ただ今日は幸運なことにそれで失点しなかったのもありましたし、まあ、ただゲーム進めていくにつれてうまくはできましたけど、やっぱその順応するまでの時間ちょっとかかりすぎてるし、まだまだこのチームのポテンシャル考えたら良くなるところいっぱいあると思うんで、まあ1個結果出たのは良かったですけど、全然満足できるもんじゃないし、ただその今日の感情、嬉しかったことだったり、まあそういう気持ちっていうのはやっぱもっともっと味わいたいし、それをエネルギーに次からもっとやれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。